その日組まれた70キロを超えた重量級の試合ですね、迫力ある試合が絶対に見れるはずです。ミドル級を体現、貫禄のグリーンモンスター緑川作る。緑川作るといえばですね、過去にアンディ・サワーを下して、一世を風靡した大ベテランですね。基本的にはパンチ主体の前に出るファイタータイプですね。長年積んできた経験の怖さ。一方の高木拓司、この選手はですね、もう何も失うものがない立場です。若干19歳で有望株、高木拓司。若手でもう全て緑川から奪ってやろうという気持ちで普通のパンチで前に出てくるはずなので、お互いが基本的にパンチを得意としているので噛み合わせます。相手の攻撃に臆することなく前へ出て打ち合いに持っていくスタイル。でこれも3ラウンド制なので、3ラウンドで決着をつけたい2人が最初からぶつかり合うと思うので、経験と実力、そして打たれ強さ、そして力強さ、全てを思い知らして絶対押しちゃおうと思ってます。尊敬も込めて全てを奪いに行くつもりでバチバチに仕上げるので覚悟しておいてください。激しい試合はもう間違いないですね。瞬き厳禁です。